はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。こちらです。左飛びといえばね、皆さんご存知の方も多くいらっしゃると思われますが、左飛びで有名な石田さんから共振モデル視聴者プレゼントの企画用のね、これ腰袋ハンプです。私の手元に届きました、共振モデル。はい、今回の動画はこのね、共振モデルのコンセプト、それからね、このチャンネルを通じて私が行ってきた取り組みや私の強み、ハンプ腰袋誕生秘話、そしてハンプ腰袋の簡単な使用について、このあたりをねお話しいたします。また動画の後半では共振モデル視聴者プレゼントについての告知やね、共振オメーションからの重大告知を行います。古くからご視聴されている皆さんなら共振モデルのコンセプトがお分かりと思われますが、当然ね、新規の視聴者さんもいらっしゃいますから、まずは共振モデルのコンセプトについて簡単に説明しておきます。共振モデルとは何ぞやということで、私自身がこれまでのね、工具の固定概念をぶち壊したね、次世代工具の腰道具を展開すること、これが私のね基本的な考えです。次にこのね、腰袋の誕生秘話をね少しだけお話ししておきます。実は2023年の4月6日配信のこちらの動画出しておきますね。こちらの動画内で弊社従業員のハーネス、タイタンホライゾンのあの腰とね、太ももの上下のスライドですよ、あれがねかなりのストレスを感じていたこの従業員、要はね固定してくださいということでね、その上下の稼働する動きを固定する動画をねこれ配信したんです。でその動画内で実はアドリブでね、この従業員が使用している左飛びのね、まさにこちらです、このメーカーから出ている国防色のハンプに4箇所穴開けてカラビナに対して着脱できるようにカスタムしました。その動画を見ていたのがまさにね、この左飛びこちらですよ、石田さんサイトです。はい、実は共振オメーションの中でもこちらね、石田さん昔からのコアなリスナーさんで、ぜひとも着脱式をね、弊社左飛びからヒロの腰袋このハンプですで採用させていただきたいということで連絡をいただきました。で私ね、すぐにね新潟県燕市へ向かったんです。その方と、社長等をねこう交えまして直接お話しいたしました。つまりこの腰袋は私のアイデアから生まれ、またこのチャンネルから生まれたのは紛れのもない事実ですが、そんなことはね実はどうでもよくて、このねコアなリスナーさんが石田さんにいて、その方が強く抱く自社ブランドへの熱い思いとね、この左飛び思いと飛び職人としての私の経験則から編み出されたアイデアが偶然ね、そのリスナーさんに刺さったんですよ。素晴らしいことですよ。はい、そこでね、今回の共振モデルは、まあ、こちらねチラシにも歌われていますけれど、ベルト通し用はカラビナ装着ということで選べる 2way タイプ、これどういうことかと言いますとね、この裏ですね、はい、これね従来通りベルト、胴ベルトですよ、胴ベルトを通してね固定して使用することもできますし、またこれ見てください、ハトメをね4箇所つけることによって、まあ穴が開いたわけですよ。で穴が開いたことでどうなったかっていうことなんですが、こちらです。私ね、この土牛さんのね FS の2、このねステンレスカラビナフックをよく使ってるんですけれど、これです。まあ、このようにねハトメに通して着脱可能にできますよということです。はい、 2way タイプということですね。でまあ一つね残念なのがこのハトメの大きさなんですけれど、これね私はね15ミリを推奨していたんです。つまり石田さんにも15ミリのハトメを指示していましたが、出来上がったものは13ミリになってしまいました。15ミリがご用意できないということでね、定番としてご用意できないということで、まあ、13ミリになってしまったということです。で結果としてね13ミリになったことによってどうなったかということなんですが、これねダブルタクト3強なんですけれど、このようなタイプのカラビナを通すことができないんですよ、このハトメでは。はい、これがね一つね残念なとこですね。なのでぜひね15ミリで作成してほしかったなというところが、まあ一つね私のこの残念、私が思う残念なポイントですね。はい、それ以外はねもう出来上がり仕上がりなんかもう抜群ですよ。はい、
ね、どうでしょうこれ皆さん。そのリスナーの方、この腰袋の実現に向けね、ものすごくね尽力されたんです。たったハトメ4箇所ね、ハトメで穴を開けただけだろう、そう思ったそこのあなた、大きな大間違いです。確かにあなたからすればね、たったハトメを4箇所穴開けて着脱にしただけの話なんですが、これまでのね長い長い腰袋の歴史の中で、これねメーカーさんや問屋さんサイドは、このハトメはあくまでも安全ロープやセーフティーロープをかける程度の概念でしかなかったんですよ。それを着脱用に新開発するにはね、いくらその方の自社オリジナルとは言ってもね、開発に取り掛かることって時間とお金と体力気力がものすごく必要なんですよ。これに関しては私はねすごく失礼なんですが、ものすごく簡単に言ってます。そこまでして新開発をされた、志されたね、そのリスナーさんを私はリスペクトしていますし、左飛びを私はリスペクトしています。そして最後になりましたが、共振モデル視聴者プレゼントについての告知です。視聴者プレゼント企画をですね、応援してくださっている飛び市さんから、実はねこういった一枚革の腰袋が届いています。はい。そして藤谷さんです。藤谷さんからはね、はい、ボルトクリッパーです。黒金ボルトクリッパー、こちらをねまとめて2月中旬にはね、プレゼント企画、これね開催いたします。はい。応募方法は YouTube コミュニティでお知らせいたしますから、動画ももちろんですが YouTube コミュニティのチェックもお忘れなくということで、また共振モデルに関しての質問がね、全国から毎日たくさん寄せられています。そこでメーカーさんへ相談をした結果、発売前ではあるが共振さんの方でね、質問に対して交通整理していただいて結構ですとの、これね嬉しいご回答をいただきました。なので共振イノベーションでは共振モデルプレゼント企画を前に、マストツールさんより定番化され発売されるこちらですね、はい、オリジナルモデルのシノについての質問や、またね定番化され販売される左飛びより、このね、反復腰袋です、この質問に対してショート動画や本編動画でお答えしていこうと思ってます。はい。そして共振イノベーションからの重大告知です。今後ね何年かかるか分かりませんが、共振イノベーションではね、ハーネスから先端工具に至るまで共振モデルからのね展開すべてをこれ企画しています。これね実現するとなると、現役飛び職人がそこまでやったというね実例が過去ないんですよ。これ日本初です。私一人では無理なんです。このチャンネルね1万7000人ものね方がチャンネル登録されています。その1万7000人の力が必要なんです。皆さんの思いを詰めた次世代工具をね、また、次世代道具を作りましょうよ。一緒に固定概念をぶち壊したね腰道具を後世に残してやりましょうよ。この動画が良かったという方、いつもの親子ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またこの動画でお会いしましょう。ご安全に。